上から降りてきたやん、聖吉が。聖吉は歴史ゾンビに倒されたね、自分が作ったもので自分がやられるんやな。こんにちは、おばあちゃんねです。今日はどうしても聖吉がこれを YouTube でやりたいのでお願いしてやってもらうことにしました。はい、題して何でしょうか。今日はお母さんに俺が作ったアスレチック。俺聖吉がなんか今ハマっているマインクラフト、マイクラでなんか作ったアスレチックを私にチャレンジしてもらいたい。でだから私もどういうものを作ってるかよく知らないけど、はい、それを実況してくれるんですか。うん、マイクラのちょっと面白さを言って。聖吉、何が面白いの。もうしながらやけど今作るだけ。作るだけ、作るのが面白い。あの急に飛び入り参加してますか。あのすごい仲良しの、お友達、聖吉のお友達です。ジンくんです。お願いします。もうみんなおのおのマイクラやってるわけよ。もうとにかくね、任天堂スイッチを去年のクリスマスにサンタさんがプレゼントしてくれてから、はい、やっぱ一番やってるわ。自分でどんどん作っていけるゲームなんですよね。うん、お母さんどういう風になりたい。出るよ。じゃあマック、はい、どこにお母さん行けばいいんですか。え、お母さん、この二択問題どっちかのドア開けて進んで。お母さん、お母さんドアのとこにいないよ。どっちが進んで、だからどうやって入んの。え、あ、じゃあ来たるわ。そっちいいね。上から降りてきたやん、聖吉が。はい、どうぞ。正解。正解で入って。これ聖吉が作ったの、この世界。作ったよ。歩いてるよ、はい。歩いて、そっち、当てた方のドアの方行って。すごい、聖吉って書いてますね。この場所は聖吉が全部作ったの。あ、なんと、マック燃えて死んでしまった死んでしまったお手本こ。むずっ。自分も炎に焼きつく。炎に熱いって納豆やん。サバイバルやから。これサバイバルな。うん、リスボーンにしよう。リスボーンにして A でいいんかな。クリテオッケーオッケーオッケー。あ、なんかゾンビみたいなのおるやん、聖吉。歩いてきとるよ、これ。え、このゾンビもあなたが作ったの。逃げてますよ、お母さん今。じゃあ2階 A 押して。2階 A 押した。そしたらずっと上 A 押して飛べるようになる。え、飛んでまーすだから要は作った世界で遊ぶだけ。うん、これはどういうとこなの。マグマアスレチック。マグマアスレチックを自分で作ったの。うん、でこれマグマ踏んだら危ない危ない危ない、燃えとう。燃えてる燃えてる。死ぬ。ジャンプして。うん。こっから、サバイバルモードだ。サバイバルモードってことは、うわ、死ぬね。はい、危ない危ない。ゾンビに当たった。死ぬ。階段登ってます。雨降ってます。来た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 。なんか来た。これ何これ。雲。ちょっと待って、この雲は何、勝手に出てくるの。聖吉が作ったの。え、勝手に出てくる。勝手に出てくるの、それは。夜になったら雲出てくるの。あ、危ない危ない。まだこれなんかファイヤーえ、で、ここは、ベッドルームにこんなマグマがあんの。いや、これベッドやろ。これベッドか。ベッドオレンジのベッド。なんや、さっきの炎と一緒の色してるから分か紛らわしいな。僕がしようと思ったのは、うん、ここ通ってる縁にレバーを引いたら、うん、ここから大量のゾンビが出てくる。いやー、何回ゾンビが出てくる。いややばい。サバイバルよ、これ。これを自分で作ったの、このゲームを。何してんねん。何が楽しいねん、こんな怖いゲーム作ってそのゾンビの数も決めれるの。自分で103人にしたわけ。やっぱ言ってね。あ、死んでしまったやん。すぐ生まれ変われるんや。聖吉は歴史ゾンビに倒されたね、自分が作ったもので自分がやられるんやな。もうちょっとさ、平和なさ、幸せなさ、楽園みたいなの作れないのか。いや、ラストめっちゃなんか平和で、なんか花畑がパーッとあってさ、綺麗な。そんなのなんか難しいって書いてるけど簡単。え、そんなの自分で
文字書こう。難しい。目指してるの、うわーみたいなことになった。すごい、自分で難しいモードの、自分で作って、自分で難しいモードのとこ入っていくね。ねえねえ、何回までしか生き返れないとかあんの？なんない。ないの？じゃあ、手で簡単行ってみよう。簡単の方が難しい、うん。簡単っていう感じしてた。ほらほらほら。いや、簡単もまあまあ怖い。どこにやったら、騙そうとしたら簡単って書いて難しい。押したの？自分で作ったの？うん、このボタンを押したら、火の玉出るよ。どうやって、もう一回やって。くれ。うん。こうしたら、おお、みんな自分のスイッチ持ってるで、8は8でこのタブレットでも今マイクラやってる。あ、タブレットでもできるんですね。うん、お母さんに、はいはい、ダンスやってるゴールって書いてる。取ってたダイヤモンドや。え、ちょっと見たい見たい見たい。え、どっちか、お母さんやろうな。どっち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 、箱？うん、よっしゃ、ほんなら右、そっちダイヤモンド。正解。え、正解？で、こっちやったら。うん、エンダードラゴンって書いてます。これ有名やな、なんか聞いたことある。お母さん待ってた、知ってたっけ。エンドラって言うんやな。うん、縮め。どれや、エンドラどこにあんねん。これおったおった、これ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 。ちょっとエンダードラゴンの説明してよ。この上のピンクのなんか色の変なやつが全部消えたら勝ちやね、今。あ、もうエンダードラゴンのあのやつがだいぶ今減ってきてるやん。聖地のこの剣が強いからやな。はい、はい、あの 600HP の 600… あれ、これ倒したらいっぱい丸い緑のやつが経験値っていうんだけど、そういういっぱいあったらエンダードラゴン倒したら、うん、このブロック、うん、このブロックができる。で、その中に入ったら元の世界に戻ってくるみたいな。エンダードラゴン何やったの？うわ、え、もう買った、買った。え、買ったんかいな。これでラスト終わるか。僕は装備なし。はい、これで買ったら、うん、買ったら、買ったら、うん、終わり。終わり。負けたら、もっと続く。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。何人と戦ってんの？え、1対122。プロですから、こっちは。こんなちびっこやつらに負けるわけじゃない。やばいな、なんかハート減っていってんじゃん。大丈夫だろ。買った。買ったはもうおらへん。買った。もう一人もおらへん、ゾンビ。うん、おら。買ったぞどうしても聖騎士がちょっと見てもらいたいものがあるという。どうしても見せたいのは何なんですか？セキュリティハウス。それは何ですか？知らん。これだって、これがセキュリティハウス、うん、で、こういうセキュリティハウスで、うん、そのゾンビとかに襲われるときにこの中になんか入ってゾンビをもう自分で戦わなくていい、なんか安全な場所やな。安全な家みたいな。それを作ったの、うん、これはオリジナルで聖騎士が作ったんですか？うん、入り口がもうセキュリティハウス。これはマグマで入ったらすぐ死ぬ。あ、まずマグマがあるからまずそこで守られとるな。うん、うん、ほんでもうドアの中の入り方はこのままじゃ入れない。普通では入れない。どうやって入れんの？え、この下のこれを開けたら入れるようになる。あ、そこなんか仕掛け、そういうのを知ってる人しか無理なんやな。で、うん、この通路をくぐったら、うん、この通路も自分で作ったよね。こんなんでも長い通路作って迷路みたいな作って作って、めっちゃ通路作ってる家の中、自分の家やのにめちゃめちゃ通路作ってそこに行けるんやね。ここに来たい時は今の通路を通らないと来れないんやな、うん、またセキュリティは他にどんなセキュリティあるんですか？ここはキッチン、はいはい、キッチン、キッチンね。こっちはテーブルで、うん、2階室やね、だってパソコンあるから。あ、パソコンも置いてんの、かわいい。3階は何もないと思うけど、トロッコっていうなんかあのさ、お母さん知ってる、うん、ジェットコースターのやつ、うん、トロッコ、ここの置いて乗って、で、さっきの3階、うん、うん、見たら、うん、あのこのジェットコースターの、あのゴールになってね、ぐるぐるぐるトロコ乗って、えらい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 。なんなん、かわいい、かわいい、かわいい。
めっちゃおもろいやん。こういうやつゾンビが入っちゃった時用にあのこのすぐ2階に行ってトロッコに乗って逃げるっていう。まあそうか、ゾンビが万が一来た時はトロッコで逃げるように。だからセキュリティハウスにはもうセキュリティのことがもう満載いうことやな。あれパソコンうまいくらいで作れたい人が多いから。それ多いでしょ。それ多いでしょ。で皆さんこの画面を見てください。パソコンを作るのは難しいけど今から正義士が作ります。適当に、うん、ここで作ってきて 3×3 の壁、うん、を作って、うんうん、右に、2ブロック置いて、うん、左も2ブロック、うん、でここに1ブロックを2個置いて、うん、こうやって置いて、次ここはレール取り出して普通のレールで置いて、で次トロッコをまず流し入れる。はいはいはい。でもそれはもうなくすんやな。うん、なくして、うん、この横にレッドストーンブロックを2つで置いたらこういう風に画面が開けて、これをうまい。とにかく普通になんか物を置いていくだけじゃなくて、なんかいろいろこう回りくどいやり方をしないと作れないものなのかな。もう一個同じものを作ったら、近くのブロックを1、2と掘って、うん、防具立てをここに2つ設置する、うん、2つかぶせる。ここをいつもそこやって掘ってから、下にピストンを下向きに置いて、あ、それが本物の、これがパソコンなんや、うん。じゃあ皆さんさようなら。皆さんさようなら。はい、一応お母さんもグッドボタンを押してあげましょう。グッドグッド。はい、終わり。パソコンを教えてくれてありがとうっていう人はチャンネル登録を押してね。チャンネル登録お願いします。また聖吉のマイクラ講座もさせてください。バイバーイ。